あ、今止まったね。あ、はい、しました。再開しましたか。なんか先週に続きあれですね、ちょっと調子悪いですね。途切れるみたいですね。繋がってるんでしょうか。大丈夫ですかね。あ、大丈夫ですね。繋がってるかどうか。繋がってます。あ、繋がってます。はい、すいません、失礼いたしました。すいません、なんか調子が悪いみたいで、なのでね、まあ皆さんぜひ何の話やっていう感じですけど来てくださいということで、で、まあ先週そういうインタビュー、公開インタビュー受けたり、うん、あとね、今頃だけどインセプションを予約見に行きました。ああ、インセプション、うん、で、なんかまあちょうど終わりぐらいかな、 まだギリギリやってるか終わりぐらいだと思いますけど、うん、の川崎だと IMAX っていう形式で見れるでしょ、はいはい、でなんか IMAX とかで見た方がいいかなと思って、うん、でやっぱりでも全然ね、IMAX すごいなと思って、やっぱり。あ、本当ですか。多分 IMAX 用に撮ってるでしょうね、うんうんうん、そのまあアバターとかもそうだけど、まあ画面の多分縦横のサイズも違うし、うん、音響も全部 IMAX 用の、うん、シアターもそうだし、うん、でデジタルフィルムじゃなくてデジタル上映ですね、うん、全部ね、フルデジタルの上映で、でまあ映画はやっぱりまあ見てよかったなっていうか、面白いなって。僕も見てないですよ、まあ、うん、面白いよ。でもやっぱり劇場その IMAX で見ると全然多分印象違うだろうなっていうか、でこれ DVD で見るのと劇場のそのしかも IMAX 葬式で見るか普通のところで見るか全然違うと思うんですけど、やっぱりすごいこうで、な監督もあえて 3D である必要がないからその 2D でやったって言って、まあでもそれすごい分かるなっていうか、まあ僕は 3D まだアバターぐらいしか見てないけど、まあアバターとかは本当にアトラクションっぽい感じっていうか、ディズニーのそれこそ、ね、なんだっけ、昔見たけど今やってる方じゃなくて昔マイケルのキャプテンイオーとかね、今はまたリニューアルしてキャプテンイオー、うん、まだやってるのかな、まあ、まだやってるんですかね、一、ま、回復活してっていうの、うん、この間やってます、ね、でもなんかそのインセプションとかはまあ本当に 3D である必要ないかなって、うん、まあやっぱ 3D で疲れるからね、やっぱりね。まあそうですね。そのでも内容もすごい良かったし、まあ映画はねあんま話すとネタバレになっちゃうからこう、うん、あれなんですけど、こうその映画の話とはまた別にその渡辺謙さんが、はいはいはい、ね、ラストサムライとかは出てて、うん、でもまああれ日本人である必然性があって出てるけど、やっぱり今回とかね、うん、まあ、前回だとそのラストサムライトム・クルーズ出たりとか、うん、今回はデカプリオと出たりとか、うん、その当たり前のように、うん、で役柄的にも日本人である必要性が別にない映画だったので、うん、まあ、日本人だったから日本のシーンも東京のシーンとかもあったんですけど、そうなんですか。そうやってこう当たり前にハリウッドのいわゆる超大作と言われるね、うん、そういう映画にそういう日本人でメインキャストで出てて、うん、違和感なく当たり前のようにすごい極物役じゃないところがで出てるのはこう、まあ、もはや自然でしょ、その渡辺謙がそういうとこにね、その日本人がこのハリウッドのこの映画に出てるっていうことが注目されるっていうことが逆にないっていうか、もう普通にそういうのがこうやっぱりね、いろんな世界もうみんな世界中で当たり前にボーダーレスで活躍してるなっていう感じもすごいあったし、あと印象的だったのはその他の番組で見たけど、その健さんに渡辺健さんについてるその体のケアをする人っていうか、そのマッサージとかそういうボディケアをする人がで、撮影も多分いろんな国でやったりとか、かなり過酷な状況での撮影とかもいっぱいあってやってるんで、やっぱり体のケアがないともう全然演技ができないどころか、そうやって仕事にがきっちりできないっていう状況の中で、そういうボディメンテナンスの、まあそれは日本人の人で、その人は一緒に同行してて、でまあ、渡辺謙さんからしたらもう彼がいないと僕はその映画成り立たないみたいなところなんだけど、それが最後ね、映画のクレジットのそのエンドロールのところね、じゃあその人もクレジットされてるんですよ。されてるんですか、うん、へえ。やっぱりそういうのすごいなんかこう、まあ、いいなっていうか、いい、ね、今のやっぱりそうやってこうクリエイティブを支えるものはもちろん演技してる人であったりもするけど、うん、やっぱりその演技するための大事な状況を作ってる人がちゃんとそうやって映画のクレジットにクレジットされてるっていうのはすごく
あの僕はその話はなんか聞いてて知ってて、うん、でもその最後のエンドロール出た時に、うん、あこれかと思ってその人の名前が出たちゃんと分かる形みたいですね、うん、なのでこうそういうのもこうすごくこう、まあ、大事なことですよね、なんか同じかなってそのね表で表現することも、うん、でもそれにはそういう必要な人がいて、うん、彼にとって必要な人っていうことは一番重要な人なわけだから、うん、でも本当にこうまあ当たり前のように俳優としてこう、うん、すごいよねなんかね、いやすごいですよね、うん、なんかまあもはや普通に、そうで今回すごい普通でしたよね、うん、そこがクローズアップされてることがまるでなかったので、でも多分まあ今年の何本かの代表されるね、うん、その多分そのすごくいわゆる予算の規模の大きい注目されてる、うん、まあ、まさにハリウッドっていう大作の映画だったので、まあ本当にね、まあバットマンとかも出てますけどね、まあでもやっぱりそういう際物じゃなくてこうちゃんとしたところでこう出てるのがすごいなと、まあそういうこう国境を越える時代ということですよ、ナウもね国境をついに越えた、あの先週もあのオンエアとかしてますけど国境を越えた、うん、今林が来ましたね、バンスね国境を越えた作品を売っていますが、それもね、まあ、先週も話しましたけど、そのツイッターの中で出会って、うん、コーナーショップというイギリスの在住の、うん、バンド、バンドで、松木あやむという日本、うん、三鷹在住のミュージシャンのコラボレーションが、コラボレーションが、あのそうですね、まあ知ってる方はあれですけど、まあツイッターの中で出会って、でネットを介して一度も会うこともなくお互いのコラボレーションの作品を全世界リリースして、でそれは日本では Now で販売してると、販売してますと。で先週は松木あやむの曲をコーナーショップがリミックスしたのを聞いてもらいました。で今日は、コーナーショップの曲を松木あやむがリミックスしたものを聴いてもらおうかなって感じですね。じゃあ、聴いてもらいましょう。松木あやむ×コーナーショップで、コーナーショップのフーフィンガードロックンロールという曲をリミックスした、フーフィンガードロックンロール東京エレクトリックファクトリーミックスです。どうぞ。Salad is the good looking slow ballad who fingered rock and roll. And if rock salad is the slow ballad who fingered rock and roll, 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 who put the finger on. Well, if you put the band back on the road, then what's the power? You put the band back on the road. You put the city. You fingered rock and roll. You fingered rock and roll. You fingered rock and roll. You put the finger on. Box one at a time. Two in your jukebox, one at a time. Women in uniform, John Paul. Two in your jukebox. Who fingered rock and roll? Who fingered rock and roll? Who fingered rock and roll? Who put the finger on? Button to remote control, the same hand that fingered rock and roll.
はい、聞いてもらいましたのは松木 M かけるコーナーショップでフーフィンガードロックンロール東京エレクトリックファクトリーミックスでした。はい、ぜひね、買ってもらいたいなというか、そうですね、あの NOW 初の海外アーティスト、ね、海外アーティストすいません、ちょっと今ビール大事なところに喋っててください、ビールが来てで、ちょっと待ってね、あっきりしちゃった、あ、まあ、大丈夫ですか、すいません、また回線がちょっと不調なようで申し訳ないです。繋がってる、まだ繋がってる、まだって何ですか、はい、繋がってるよねこれね、はい、普通にやります、はい、じゃあ普通にやりましょう。あと先週ね、初めて、まあ僕友達がいるんですけど、はい、あの吉本興業の中をちょっと行ってきて、はいはい、新宿